美味しそう。食べちゃおうかな。美味しい。昨夜また夢見てんのか？眠りが浅いのでしょうか？そんなことでは疲れが取れなくて仕事にも支障が出そうですけど、大きなお世話だ。とか言われそう。もう朝か、さすがに寝る前に皆さんの最後を見てから寝るのは夢見が悪いですね。だから毎日夢見るんかな？全く寝た気がしませんね。まあでも今日も仕事があるのでレストランの方に行きますか。なんか鳴き声がする？恐竜のお客さんでも来ましたかね？どう考えても赤ちゃんの鳴き声だろ。助けてくれー。って、店長の隠し子？おーよちよち。なんか起きたら赤ん坊がいてな。なかなか泣き止んでくれないんだよ。困ったな、お客さんが来ちまう。おーよちよち。なんだ店長の隠し子じゃないんですね。どういう物語の設定だよ。どうしたら泣き止むんだか。お腹が空いてるんじゃないですか？なるほど、ここはレストランだしね。記憶のかけらはあるんだが。じゃあ何が食べたいかわかりますね。おーよちよち。イカの塩辛とかどうです？赤ん坊だって言ってんだろ。じゃあ私ダイブして食べたいもの見てきますね。もうダイブすることに何の抵抗もなくなったみたいね。でもここに来たってことは、この赤ちゃんはもう。あれ？真っ暗。なんででしょう、ダイブしたのに。何もない。これは困りましたね。一旦戻りますか。店長、戻りました。どうだった？やはり、空っぽか。こいつにはまだ何も思い出がねえんだ。かくなる上は手すっぽんでいくか。赤ん坊の好物といえば？カラスミ、居酒屋じゃねえんだぞ。ミルクか。まあそうだよな、当たり前か。キッチンに置いてあるから取ってきてくれ。え？キッチンに入っていいんですか？これは店長に認められたと言っても過言ではないですね。お、ありがとう。お、飲んでる。あ、やっぱりお腹が空いてたんだな。追いついてきかー。え？昔もこんなことしてたな。店長子供が？お、全部飲みやがった。偉いですねー。店長、赤ちゃん言葉とか使うんか。お、嬉しそうに消えてった。消えじゃあ、最初で、最後の食事だったんかな。お母さんに会えるといいな。なんか、店長どうしたんですかね。なんか少し悲しそうな。店長も昔赤ちゃんをあやしてたってことは子供がいるってことですよね、と。そんなことより仕事仕事。はぁ？まだ仕事頑張らないと。栄養ドリンクとかもらえないかな。栄養ドリンクばっかりじゃダメですよ。店長、モンスター一丁。栄養ドリンク？了解。本当に何でもあるな、この店。栄養ドリンクって鍋で作るんですね。んなわけあるかよ。砂糖の塊になっちまうだろ。てか今日も左の人来てるわよ。あの人注文もしないで居座ってメンタル強すぎじゃない？確かに。カラフルな栄養ドリンクですね。栄養ドリンクさ、どうぞ。店長、あの人の体を気遣って。肉じゃが？頼んだのは栄養ドリンクだぞ。間違えてるよ。え、間違ってないって？まあいいか。美味しい。ほっとする。私は、本当は家に帰って、妻の肉じゃがが食べたかった。なんてバカなことをしたんだろう。働きすぎですよ。もういいのかな？もう休んでも、いいのかな？休みなく仕事してたんだろうな。これからはゆっくり休んで。なんか疲れていたな。まあこっちに来れば毎日が日曜日さ。辛いこともない。でもいいこともない。うん。部屋の方から音がするな。ちょっと見てくる。え、店長まだ一人お客さん残ってますけど。行っちゃった。って、店長の部屋って前から気になってたんですよね。ちょっと覗くだけだから。こいつはやられたな。多分ネズミだな。ね、ネズミ？店長今ネズミって言いました？お前ちゃっかり入ってるじゃねえか。ネズミって聞こえて入ってきちゃいました。今日はこれ以上ご飯を出せねえな。ちょっと店閉めてくるわ、待ってろ。結構自由なレストランなんだな。これで今日の仕事は終了ですよ。ネズミ、ありがとう。さっきのおじさんとは運命のさ。あ、写真立てが落ちちゃってますね。元に戻しておきましょう。この可愛らしい少女は？とても幸せそうな笑顔で笑ってる。もしかして店長の娘とか、プリン好きの娘さんがいたのかもしれない。前回プリンをじっと見つめてましたからね。あ、ネズミ、逃げるな。ネズミを見るとどうも追いかけてしまう習性があります。猫だからな。ネズミだけじゃなくて動いてるものすべてに興味津々でしょ。よし、捕らえましたよ。ほらほら、怯えてるじゃないか。あ、このネズミのおかげで仕事上がれたんだった。ネズミとはいえ、うちに来るやつはみんな客だ。最後くらい好きなものを食わしてあげたい。チーズですかね。偏見。だが、何が食べたかったんだろうな。ネズミの好物って何なんでしょうね。あ、これは記憶のかけら？これもしかしてネズミの？お、記憶のかけらか。動物の記憶は曖昧なんだよな。ダイブしてみれば詳細がわかりそうだな。まさかネズミの記憶にまでダイブすることになるとは。動物にまでダイブできるのか。貴重な体験ですね。霊夢もやってみます。遠慮します。食い気味の遠慮します。わ、ここがネズミがいた場所ですか？なんかまがまがしい場所なんだけど、ここを通るにはスモールライトが必要そうですね。ドラえもんなんかいませんよ。そもそもネズミがいる場所なんてドラえもん絶対来てくれないだろ。そもそもここ記憶の中だから。うわ、帽子をかぶってしまいました。なんか知らんが体が縮んだ。これでネズミが向かった先に行けそうね。記憶の中だというのになかなかめんどくさい仕掛けしてますね。あ、いたいた。真ん中のあのでかいのはなんで？なんか始まったんですけど。何？あのでかいキノコあがめてんの？あれキノコか？でかすぎるだろ。なんか怪しい宗教みたいに見えてきました。私はネズミの好物が知りたいだけなんですけど、いつまで踊ってんだよ。踊るばっかりで全然物食べる気配ないんですけど。え？店長になんて言えばいいんだ。チーズでした。
って言っておくか。適当なこと言うんじゃねえよ。これで成仏できるかかかってんだぞ。なんか怖いけど、食べてみないとどんなものかわからないですよね。うん、意外と悪くないかも。食感はリンゴのような、味はキノコのような。キノコなんだろうな。ふむ、キノコ、青いキノコ、食べられるのこれ。ちょっと検索してみよう。え、店長スマホ持ってんの？ラプタリオス、インディゴ、食用らしい。グルメなネズミだったんだな。食欲に動物も人間も関係ないね。ネズミのやつには俺からキノコ差し入れとくわ。今日はもう仕事はおしまいでいいよ。あのキノコまで調達できるんですか？一体何者なんだよ店長。ま、早く仕事終わったしどうでもいいか。結構気になるよ、店長が何者なのか。写真をじっと見つめて。やっぱりあの写真の子店長の子供なんかな。さ、今日は少し駅に行ってみるか。わ、めちゃくちゃ増えてるじゃない。社畜のおじさん。アットホームでやりがいのある職場だよ。はぁ、やりがいとかいらないんで、残業代くださいって感じだよ。求人欄に書いてるアットホームっていい意味じゃないからね。デイジ、そんなの都市伝説でしょ。そりゃ物理的に帰ろうと思えば帰れるさ。でもそうすると頑張ってないということで給料が減るんだよ。それはトップがバカなんですね。実際のところ長く働いても生産性は上がっていないと思う。みんな長時間作業することで働いた気になってるだけなんだ。でもそういう大きな流れなんだ。それに逆らう勇気が自分にはなかったよ。そうなるとダラダラ仕事することになるんですよ。潰しの効かないスキルばっかり身について他じゃ役に立たないよ。それに転職活動をする時間も勉強する時間もなかったよ。家族を養わないといけないし、もういい年だから会社にしばみつく以外に方法がなかったよ。積んでたんだ。それは難しい問題ですよね。あの赤ちゃん、やっと出会えた。この人の子だったのか。ふふ、やっと会えたの。私の可愛い娘。お母さんに会えて本当に良かった。赤ちゃんは誰になんですか？栗色の髪は私かな。でも笑顔はパパにそっくりなの。パパ、相当ショックだったろうな。奥さんも子供もですもんね。あの日旦那は休日だったのに工場で働いていたわ。この子のためにベビーカーを買うって。いいお父さんだったんだな。でもこの日一緒にいれたら運命は変わっていたのかな。そうね、残してきたあの人のことが心配だわ。一人ぼっちにしてしまったから。ちゃんとご飯を食べて元気に暮らしているといいけれど。まだ元気になるのは先の話かもしれないな。なんかよ、いつもスマホ見てるよね。撮った写真をテンスタに上げてるんだよ。みんな私の写真が好きみたい。私、結構フォロワーいるんだ。これはもうスマホ依存症というやつではないのでしょうか。最近は多いだろうな。いいよ、これが原宿のカフェで食べたケーキ。こっちは超有名なお店のクレープ。え、食べ物の写真はいいって？じゃあこの写真はどう？さっき撮ったやつ、結構漏れてると思うんだけど。そうやって全部食べないで残してきたんですか？これくらいがいいの。みんなこうやって彼氏ゲットしてるんだから。ああ、結局一度もちゃんと彼氏できなかったな。せめて一度くらいさあ、夢の国でデートしたかったな。テンスタで彼氏をゲットする人増えてますもんね。え、ほんと？今日メイクサボってるよ。でも、そう言ってもらえて嬉しいな。もっと気合い入れて写真あげまくっちゃうから、よかったらフォローしてね。ま、私スマホ持ってないんですけど。え、知らないの？テンスタグラム、みんなやってるよ。ほらこうやって写真を投稿するの。そしたらみんながいいねしてくれるんだ。こないだあげた写真は300いいねくらいついてさ。もはやこれはテンスタグラマーなのでは？いいねに縛られすぎてなければいいのですが、あ、良い子供。よく高そうなレストランに連れて行かれたんだけど、僕は友達と一緒に食べるカップ麺の方がずっと美味しかったな。この子金持ちだったんか？うん、まだだよ。早くできるといいな。そこに彼氏欲しがってた人いたよ。うちは厳しくてゲーム機買ってもらえなかったんだ。だから友達の家行った時だけよく遊んだんだ。天国でもゲームしたいな。それ最高ですね。前まで体調悪かったんだけど、すっかり元気になっちゃった。死んだら元気になったってちょっとおかしいよね。今まで苦しんだんです。これからはゆっくりしてください。昔話を聞きたいのかの？ほっほっほ、覚悟はできてるのかの？血と長くなるぞ。わしの家は先祖代々農家でな、広大な大自然でいろんな作物を作っておったのじゃよ。そして、無限とも言える時間が過ぎた。どうしてくれるんですか？知らねえわ。ということなのじゃ。ほっほっほ、話せて楽しかったわい。猫の私が聞くのもなんですが。おお、あるぞい。うちには6匹おったかのー。犬も3匹、牛は20頭、羊は50頭、あとは鶏にウサギに。すごい大家族ですね。素晴らしい人生じゃった。道半ばで死んだ友人も多い中、本当に幸せ者じゃよ。それなのに最後は、幸せなまま生きたかったんだろ。ばあさんには悪いことをした。こっちに来たら引っ叩かれるじゃろうな。そうですね。怒られてください。さ、最後のお仕事が残ってますね。やっぱりあれ見るんだ。あんな薄暗い部屋で見て怖くないのかね。確かに、ここ電気とかないんですか？住み込みで働かせてもらってるんで贅沢は言えません。じゃあ、まずは赤ちゃんから。赤ちゃんの最後か、見たくないな。あ、当たり前だけど真っ暗だ。ああ、美味しかった。美味しかったよ、ね。お家に帰ろっか。見えない分恐怖が増すわね。これはもう赤ちゃんにはどうすることもできないな。いきなりで怖かっただろうに。何
泣いてる。お腹の中で泣いてたのね。赤ちゃんの最後は結構きついですね。じゃあ次はシャツのおじさん。この人の最後は大体想像つくよな。年齢を重ねると会社にしがみつくしかないのがどうにかならないものなのか。もう終電も過ぎてしまった。明日の会議までに間に合わせないと。もうしばらく妻の顔も見れていない。ブラック中のブラックだな。マジでこんな会社あるのかな。あれ？なんだか当たりがぼやけて。これが過労死ってやつなのね。本当にこんな会社が存在しているんだとしたら恐ろしすぎる。あ、で？これきっと今頃奥さんが会社を訴えてるところですね。生々しいこと言うなや。次はネズミですか。あまり気にもならないですが。おい、そういうこと言うなよ。あ、見てるほとんどの人が刺しただろう。やっぱりあれ、毒なんだ。あいつ自身が毒みたいなやつだからな。あ、ダメダメ。それで二天狗だけだから。ああ、キノコはいろいろあるからな。十分注意が必要なんだぜ。でも喜んでるみたいだし、そうはいかなかったか。最後がこれは切なすぎますね。みんなもキノコには十分注意しよう。ふう、今日もなかなかでしたね。赤ちゃんのは結構心にくるものがあるな。は、じゃあパジャマに着替えて寝ますか。そんなの見てよく寝られるわよね。神経がずぶといのでは。おやすみなさいませ。いい夢を。おやすみなさい。なんだあの青いの。店長がネズミの食べたがってたあの青いキノコを用意してくれたんだ。店長、なかなかやるじゃない。粋なこと仕上がりますね。これでネズミもやっと成仏できるってなもんだな。おお、喜んでる喜んでる。喜びの舞ですよ。店長、キノコ栽培からしたのかしらて、こいつは駅で見かけた。なんでしょうこいつは。いいものではなさそうな雰囲気だよな。あ、どこ行くんだよ。店長の部屋の前に。おい、何する気だ。え、逃げていった。なんか怯えて逃げたようにも見えたけど。